今日は恥ずかしがり屋の紳士と淑女というマジックをご紹介する。この3枚が紳士、こちらの3枚が淑女で、この3枚の淑女はここにいますか。で、こちらの紳士は手に持っております。で、この淑女と紳士、淑女紳士というふうに交互に置いていきます。しかし恥ずかしがり屋なので、時間が経つと淑女は淑女、紳士は紳士というふうに分かれてしまいます。もう一度やってみましょう。淑女紳士、淑女紳士、淑女紳士、交互に重ねます。まだ時間が経つと淑女は淑女、紳士は紳士、分かれてしまいます。次はこの3枚の紳士の間に淑女を挟んでしまいます。またこれも時間が経つと淑女は淑女、紳士は紳士になってしまうんですね。じゃあ次は反対に789と、紳士は紳士くっつけて、淑女は淑女くっつけて重ねてしまうと、天の邪鬼は彼らは勝手にそれぞれペアになってしまいます。